紹介してくれた方全然私と釣り合ってないです。私年齢の割に見た目若いけどもう30なんです。白川さん、親からも早く孫の顔見たいって言われてるし、何より私が早く結婚したいんです。わかりました。私80点の女なんで80以上の人で40点50点。25点私より若くてイケメン。収入は私より少ないけど、いける。私この方と会ってみます。この方とても優しい方です。お見合いの日程調整お願いします。ラブくん好きなんですか？はい、めっちゃ好きなんですよ。私もです。運命の人に出会ったかもです。また次会う約束しちゃいました。白川さん、いい感じでよかったね。うん、次に会う約束もしてたし、うまくいってくれるといいな。趣味とか好きなものとか一緒にの きっとうまくいくって絶好調です。よかったですね。もうこのまま結婚までまっしぐらかも。でも白川さん焦らない、次来る時は成功の報告かもです。じゃあまた。本当大丈夫ですか？いいんですよ、私にご相談してください。いやでも私の方が収入あるんで遠慮しないでください。どうしたんですか？あの裏切り者！もう愛するのやめにしませんか？はい、もちろんイエスです。え？あの、すいません。なんで？趣味だってあるし、いい感じだったじゃないですか。白川さん、なんていうか、ゆいが独尊すぎて。え？ごめんなさい。騙したのね！嘘つき！この彼の！そうだったんですね。ゆいが独尊って何？あの白川さん、もう一度。私もう、婚活やめます。白川さん大丈夫かな？あの人もったいないよね。ユミが独尊的な部分どうにか直せたらいいんだけどな。悪い人じゃないもん。私白川さんとちゃんと向き合ってみる。こんな時間に何ですか？私も辞めるって言いましたよね。改めて私をお手伝いさせてください。80点のあなたが負けたままでいいんですか？お願いします。あなたは何点でもありません。は？人の魅力なんて点数では表せれません。だって私は。あと人の話をちゃんと最後まで聞きましょう。白川さん、ご成婚されてる方の多くは自己成長されてる方が多いんです。私もそうですが、完璧な人間なんていません。でも少しでも成長しようというその努力が人をより魅力的にするんじゃないかなと思います。私と一緒にもう一度頑張りませんか？時には誰かではなくてあなた自身が。お待たせしました。いえいえ、よろしくお願いします。